イメラジオ第4756回今日は令和5年3月13日月曜日です時刻は午前6時横浜港北日が来ましたね空は薄い水色ですいつものようなブルースカイまだ朝が早いのでそんな色にはなっていません 太陽もまだ昇ってきていませんね。そんな時刻、夢ラジオです。今回は、ウォーギルドインフォメーションプログラムとは、こんなタイトルで話しましょう。長いですね。ウォーギルドインフォメーションプログラム、WGIP と呼ばれたりはします。とは、何だろうと。 ウォーギルトインフォメーションプログラム WGIP って割と保守の言論人からはよく聞かれる言葉ですよ。で参政党の神谷副党首も鹿児島での演説でこの WGIP についてお話しされてましたね。でこの ウォーギルドインフォメーションプログラムって何だろうなんとなくこんな感じじゃないですか GHQ が日本を占領していた時日本人にさっきの戦争のあ責任は日本人にあったのでありそして日本人はその罪の意識を持つべきであるそれもメディアと教育の 分野において日本人の心にすり込んでいこうそういう計画大体こんな感じじゃないですか要するにあの戦争は日本人が悪かったんだあの大東亜戦争ですねそれを日本人に叩き込ませようとメディアだ教育だあと法律だとこれよく聞く話ですけどただ まず第一にリスナーの皆さんと共有しておきたいのはこの WGIP に関する記録はどこにもありませんつまりウォーギルド・インフォメーション・プログラム発令とかウォーギルド・インフォメーション・プログラムの中身とかっていうのを確かめることはできないんですよウォーギルド・インフォメーション・プログラムはこれですというものもないないんよこんなものはで じゃあ何なんだっていうと GHQ による占領政策そこで行われたあのいろんな改革そしてその過程で日本人にあの将来アメリカに歯向かってこないようにあと日本人が強くならないようにそしてさっきの戦争は日本人のせいだったんだと思い込ませるためのさまざまなあの仕掛け それらを総称して WGIP と呼んでいるということなんですよ。だから何度も言いますが、ウォーギルドインフォメーションプログラムというその文章があるわけでもなければ、そういうあの、なんか指令がどこから出たわけでもなく、なんか一般的に戦後の占領政策、そこで行われたさまざまな改革ですね。それが日本人から牙を抜いたと。 だから WGIP なんだと。ただあの、例えば教育基本法、非常に中身が民主的になり、そしてえより自由になってるわけですね、教育直後よりも。 その教育直後はというと中君愛国なんですよここでいう「君」というのは天皇ですから天皇に忠義を尽くし国を愛しその挙句が戦争であり特攻攻撃だったんだ私はそう思っております教育直後のなれの果てが特攻攻撃だったんですよ自分捨てて国に準じる そして負けると分かってる戦争であの自分の生命を犠牲にしてうまくいくかどうかも分からない攻撃に参加するっていうねリスナーの皆さんも行きたくないですよねあんなあんなの自分行けって言われたら嫌ですよね絶対。そして自分の息子さん とかいらっしゃったら、絶対行かせないよね。我々のすずやってんですよ、それを。それ、良かったですかね、それ。あるいは先の戦争そのものが、あの。いい戦争でしたか、民間人巻き込んで。空から爆弾がいっぱい降ってきて。無意味な突撃と特攻と。で、軍の上層部だけは生き残る。 いつまでたっても戦争をやめられない負けると分かっててもやめられないその間国民がどんどん倒れていっても国の指導部は知らん顔だったグズ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 やってましたねポツダム宣言のあとでさえでいつまでたっても決めれなくて最後は合清断とあれがあの戦前戦中の日本人の真の姿だと思いますよ かかったですかねそれあるいは満州事変に行ったのはあの日本人が主体的に行ったんですよ。で板垣清志郎石原幹事この手の者たちが事変を起こした時には国民が慣行の声でこれを支えだから時の政府はもう追認していくほかなかった。 あの満州事変がまあ思い返せばターニングポイントとして戦争への引き金になったのは間違いないあれグローバリストの仕業ですかあれ誰かアメリカがどっかにそそのかされてやった満州事変ですかあるいは豊ヤか誰かが板垣石原に耳打ちしてそしてやったんですかその後の三国同盟 その前の前シナジ変,変もそうですね。三国同盟もそうですね。南部普通に進駐もそうですけど、この辺、グローバリストが無理やりやらせた戦争だったんだろうか。日本人は嫌だと思ってるのにやらされたんだろうか。違うよね。意気揚々と言ってるよね、日本人が。で、国民はそれを旗振ってあの見送ったんですよ。万歳って言って。 なんとか万歳で生きて帰ってきませんとかって言いながら行ったんだで実際生きて帰ってこなかったでそこで有意義な戦争でも行われたんだならまだ浮かばれますがもうはっきり負けると分かってるのをずるずるあの続けるためだけのそういう攻撃最終的にはもう300万人の軍人民間人が犠牲となった。 これを変えてくれたのが、まあ、あえて言えば、ウォーギルドインフォメーションプログラムですよ。よくありませんでしたよ。罪深く感じなきゃいけないですよ。そして、戦後のいろんな改革で人権、日本国憲法もそうですよ。人権、そして民主主義、これが、あの、平和、三権分立等々ですね、あの、 やっっと整ったわけですよだからウォーギルト・インフォメーション・プログラムっていうのはその意味では私は正しいと思いますよ。どう見たって日本人が主体的にあの戦争を引き起こしてああなったんであってその結果負け始めても戦争をやめることができず自国民にそして他国民にも 多大な迷惑をかけた。ね。でそれをそんなんしたらあかんでと。なんでそんななったんやと。反省せいやと言われたのが大喜利とインフォメーションプログラム。そして何度も言いますが別にそういう具体的な文書も何もないんですよ。反省すべきだと思いますよ。真摯に。そしてあの頃を肯定してはいけないと思いますね。 もちろん、例えば慰安婦強制連行だの南京大虐殺だのありもしないことには情報戦で対抗していかなきゃいけないと思いますがさっきお話した満州事変もシナ事変も三国同盟を全部日本人が主体的に行いそれが戦争への道を作ったわけじゃないですか真珠湾にしたところで行ったのは日本人ですよ無理やり行かされたわけじゃない 戦争をやめる時でもガタのカナる疾患の時にまあそこまでいかなくてもサイパン疾患の時にやめるという手はあったはずなんだできないそれはねだからことごとく日本人があの惨めなんですよ戦前戦中その集大成としてのあの戦争はねそれを君らと 平和行こうよともっと人権守ろうよと特攻なんかするのやめようよと何がいけないんですかこの戦後の改革でというよりよそから教えてもらえなかったら達成できなかった。いつまでもあのまま中空愛国でやるんですかしかも別にどこかに何かのはっきりした文章があるわけでもない だから参政党員がねあの上宮副党首の,あの演説とかに喜んで聞いてますけど私は非常に違和感を感じますよあの戦争はおかしな戦争だったし日本人がそれを引き起こしたわけだしそのことに関しては日本人は猛反省をするべきだしもしそれを猛反省するべきだよって言ってきたのが大ギルト・インフォメーション・プログラムだったら 甘んじて受けた方がいいいと思いますね日本国憲法ももう嫌だとあんな時代はあんな戦争はとだからあのアメリカが作った憲法であれそれを日本人は受け入れそして、まあ、守ってきたわけですねただしその日本国憲法にもこんだけ長い時間が経ったらあの非常に今に合わない点もたくさんありますから私は改正するべきだと思います。が 戦争が終わった段階であの日本国憲法が日本人の意識にもう戦前戦中には戻らないぞという決意を固めさせたその意義は大きいと思います。天皇のために国家のためにお前死ねと言ってくるみんながそしてそれを叩き込まれて教育でもうあの何とも思わずに笑顔で旅立つそんな国にしてはダメだと思う。 神や副投資は時に特攻隊で突っ込んでくるような日本人をもう二度と出さないようにでウォーギルト・インフォメーション・プログラムっていうまあこんな言い方しますがひょっとして特攻隊を美化してるんだろうか、まあ、そこにおける特攻攻撃における自己犠牲とかそういう精神には学ぶべきものあるかもしれないそして実際に旅立って行かれた方々には神戸垂れるほかありませんが あんなな攻撃をもうう二度ととやってはいけないけ思うあのような状況にならないように外交そして政治そして経済これを最新の注意で回していかなきゃいけないその意味で戦前戦中の日本人はあまりにもずさんだったあまりにも不注意だった国家が悪い方へ悪い方へ行くように自ら自分で 動かしていったでそれを人のせいにして自分たちは悪くなかった人にやらされてやらされて無理やり戦争に参加させられたでそんな戦争で国を守るために若き兵士たちが特攻に行ったまさか今なら分かるじゃないですか別に特攻攻撃で戦局挽回なんか全くできていない犬死にでしたよ本当に。 そして大事なのはあのような英霊を称えることではなくお一人お一人はもう決死の覚悟で行かれてそれはさっきも言うようにもう黙るほかはないんですけど大事なのはもう二度とあのような攻撃をそしてあのような戦争をしてはいけないっていうこちらの方だと思う日本人が自分でおかしな戦争を始めて そして自分で若者にお前行ってこいって言ったんだほ指導部は生き残ったんだよ時事たちがね戦後はずっと黙ったままだった生き残った方々は日本の保守勢力として今参政党っていうのがクロスアップされ私もああもうこうなってきたら参政党を応援しなくちゃいけないなとは思っておりますが、まあ、その 参政党の主張の中にこの WGIP なんか出てくるあたりあれおかしいなと思わずにいられません。イメラジオ今回はウォーギルドインフォメーションプログラムについてお話し,しました。朝です